そうかな。よし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 、オッケー。さっき塗ったリップと違うリップを塗ってみる。こっちビセの方塗ってみる。どんな色かな。前ね、あのめっちゃ流行っててね、買えなくて、あったと思って買った色があんまり言うの顔に似合わない色だったの。だからね、何色か当ててほしい。絶対に当たないと思うけど、そういうなんかさ、ピンクとかオレンジとかそういうのじゃないの。なんとかなんとかみたいな。なんとかなんとか。メタリックブルー。色の名前じゃない。だから絶対に分かんないだろうなって。あ、いいよいいよ、マジスティックマンゴー近いよ。違うけど、でもさ、めっちゃ近い。よくわかるね、そんな名前。一番近いのはそう、マジスティックマンゴー。言っていい？正解。そういうことよって思ったよ今。正解はリンゴの口づけ。あ、ちょっと待って、ってきた、ごめんごめんね。言っちゃった。難しいけどさ、よくマジスティックマンゴー出てきたなみたいな。でね、そのあ、見つけたぞって思って、似合わないかもしれないけどと思ったけど、買った前に買ってた方はわがままな肉球っていう色。わがままな肉球とリンゴの口づけです。半分ずつ塗ってみる。え、それは変だよね絶対。いや、ちょっとリンゴの口づけを塗りたいと思います。これ色落ちないらしいよ。どう？こっちの方が似合うな絶対。あ、どっちもリンゴの口づけにしちゃったよ。え、かわいい？かわいい色だよね。落ち着いてる。あ、ごめんなさい。落ち着いてる大人な色だよね。え、じゃあちょっとこのティッシュにさ、どっちの色も出してみるね。
わかんないかもこれ。わかる？上がわがままな肉球で、下がリンゴの口づけ。あ、わかんないか、ごめん。え、じゃあさ、これ見せたらわかるかな。はい、わかんないな。こっちが肉球でこっちがリンゴ。はい、そうやってみんなハンコとか言い出す、主肉とか言い出す。肉球が好き？今リンゴ塗ったのに。私今にリンゴ塗ってんのに肉球が好きか。でも似合わなかったんだもん。リンゴコインだよ、可愛かった。やっぱピンク系は似合わないな私。肉球というキャッチに惹かれた。違うの、あ、ま、なんか売り場に残ってた色が2色とか3色しかなくて、その中で一番似合いそうな色は選んできたけど、そう、人気で買えなかったのずっと。結局はどっちも素敵？ありがとう。そうでしょ。肉球でも配信で何回かつけたことあるよ。みんな気づいてないんだ。つけと、それは無理だよね。毎回さ、今日はこちらって紹介してから塗らないとわかんないよね。まだ手裏剣ある。あ、だからやっぱ4月末までなのかな。やばい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 、明日の配信の予約しない。何時にしよう。どうしよう。夜がいいよねみんな。オッケー、夜にする。
夜にします。リハ終わり。まだ明日ラーメン部を 見れる気でいる。本当にね。でもさ、あれは明日からだよ。サンデープラスさんの見逃し配信は多分明日から。なんで急に予約した？いつもしてるよ。マネージャーさんに明日何時ぐらいにやりますって報告してる。ぜひ県外の方も見てください。その何時くらいかはだって分かんないんだもん。リハが何時に終わるかなーって、それで帰ってきてからやる。結局23時とかになるのかな。え、 KMT の中でさ、県外に住んでてまだサンデープラス見てないって人はどれくらいいるんですか？北海道の割に。そうだよね、めっちゃなんか、でも中にヒートテック着てたよ、ちゃんと。まだ2回しか見てない。ありがとう、2回も見てくれて。5回も見てんの？ありがとう、録画してくれて。おー、結構いるぞー。これはみんな見てください。見てほしい。ね、面白かった。何分くらいの時間？30分弱ぐらいだったはずです。面白かったよ、ありがとう。西辻さんが可愛かった。あとポキも、何その後付け。いいじゃん、西辻さんとポキが可愛かったでいいじゃん。でもめっちゃ透明感やばくて可愛かったんです、西辻さん。こんばんは。キャラメルコーン、地元のスーパー売ってなかった。わたあめ味？残念、映えなのにね。見つけたら買ってみてね。見どころはポキの歯？そんな歯が強調されてた？ポキが出てるところ編集したら27分。やっぱそうだよね、30分弱ぐらいかなと思ってた。めっちゃ長い、ありがたい。27分も私テニーさんの画面に映ってたんだな。セブンイレブンにはね、わたあめ味見たことない。スーパーで見たんだ。アンナがさ、あのさ、セブンのさ、グミチョコ見つけたって言ってたよ、マンゴー味の。
私は昨日か一昨日に新発売のグミをもうすでに買ってもらって食べました。モチドってやつ知ってる？みんな言ったじゃん、あのさあポンデリングみたいな形のモチドっていうグミ。あ、モチドもユーハだったよ。モチドっていう新発売のグミがユーハから出てました。あの子綺麗だねってうちの人言ってました。ありがとうございます。それはポキなのでしょうか、西辻さんのことではなかろうか。あ、そうです、あの味覚糖ユーハ味覚糖の方です。そっち。ババフミカさんちゃう。あ、確かに。ビルボニータババフミカさんかもしれない。言ったっけ？あ、そうだ、言ったわ昨日の配信で、足首にも針を貼られたって話。それでは剥がしていきたいと思います。足の針。見える？針。今日はひそからずに綺麗だと思ってる。ありがとう。そう。腰に貼ってたやつはさ、今日椅子に座ってたらさ、なんかその腰の針がブス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 自分の神経にまで到達してきそうな痛さだったから取りました。オッケー。針治療じゃん、なんか針のシールみたいのあるの、それを貼ってもらってるの。剥がすとき、痛いときと痛くないときある。毎日レッスンやってると筋肉痛なくなって、うん、最近は筋肉痛ないですよ。温泉に行きました。いいな。嘘だよがたくさん残ってるんですか、投げても大丈夫ですか。もちろんです、お願いします。嘘だよタワー、そう5ミリぐらい出てるやつ、そう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 、それです
それをひたすら貼っております。12個貼ったよ昨日は。見えるのはポキちゃんだけ。はい嘘はい嘘。こんばんは。ゆなちゃん歯並び綺麗。そうなんです、歯並びだけは何もせずにこの状態。どう？嘘だよ。たはまだ1500個あります。ぜひ投げ切っちゃってください。知り合いがゆなちゃんのこと大好きで話をいつも聞いていたので今日見に来ました。誰？布教してくれた人誰か言って。誰が言ってくれたの？ゆの話をいつもしてくれてるのは誰？ゆなちゃん生で見たら相当濃い。ああ。うん。そうでもないのよ。これが残念なことにそうでもないんだ。そんな可愛くない。だってさ、それでさ、なんか配信、うわ可愛いポキちゃん可愛い見に行こうって言って実物すんごいさ、なんか残念だったら悲しいじゃん。なんか会いにおしゃべり会とかがあって会いに来てくれるんだったらありがとう。残念だなって思わないでほしい。自分では思わない。鏡見ててさ、うんブスって思う。今はねちょっとあのねメイクしてるからまだマシだけどさ、いつもさメイクする前にさ鏡見て、うん今日もちゃんとブス。だってアンナにも言われるもん、うんブサイクってこうレッスン上でスピンで踊っててふとした時に目が合うとブスだねってだからユウも言うよアンに、うんお互い様だねってブスだねってスピンはやっぱブスだよねって言ってるから。あ、ありがとう。この方が布教してくれたのね。ありがとう。
だからじゃあさ、アンナがいるからもうちょっと太ったりとかしたらちょっとお肉ついたんじゃないってアンナに言ってもらうことにしよう。私も言おう。ちょっとお腹周り気をつけた方がいいんじゃないとか言い合えるってことでしょ。それは心強いね。ちょっと虹は子なんじゃないとか待って、あのお寿司の画像で全部じゃないよ。みんな気づいてると思うけど、な、5巻で足りるわけないじゃん一部一部それだけだと思った人がいたのか、あのポキだからさすがにこれで全部じゃないよなって思うと思ったんだけど、あ、リハーサル前だから控えてる。ごめんなさい。控えてない。全然。食べちゃったよ。かね、依存してるね。いかほどお食べに、でも10巻ぐらいだったよ。アジでしょ、アナゴでしょ、あ、赤エビ、バイガイ、ボタンエビ、メネギ、ハマ、あ、じゃない、ブリ、ウニ、言ったっけ、ウニ、ウニ、あと何乗ってたっけ、いくら食べてないよ、今日写真見たらわかる。カニ味噌だー、一番大事なの忘れてたカニ味噌です。南川春ちゃんがゆなちゃんの歯並びが綺麗すぎて絶賛してたって話、知らない、何褒めてた、ありがとう。ゴンチャできたらどれぐらいの頻度、毎日、毎日。あ、あゆみちゃんが来てくれた、葉っぱついてたのは芽ネギです。お疲れ様です、あらちゃん。え、後輩、妹以外でさ、後輩がさコメントしてくれたの初めてなんだけど、ありがとう、嬉しいよ今日も美人さんで可愛い
ありがとう。そんなこっちゃないんだけどさありがとうね、来てくれて。でもさ、原ちゃんはさ、まだこの時間を配信できる年齢じゃないからさ、ゆなの配信見に来てくれたのか、ありがとう。ゴンチャできる場所はなぜかルアちゃん知ってた。え、私も知ってるよ、ルアと一緒に見たんだもん。あ、ここか、ゴンチャ混みそうだねって話してた。そう、なんかサホちゃんも前見に来てくれたっぽくてね、コメントは しなかったらしいんだけどしてよって思ったんだけど。何、ももちゃんいる？ほんとだももちゃんいる。ほんとだほんとだ、ありがとうしょうもない話してなかった、私たち大丈夫かな。人気術違うよ、みんなとこ行ってるんだよ多分、ゆなだけじゃなくて。そっか、肉球とリンゴの話だったか。じゃあまだいいね。人気者ではないです。今日じゃない、あ、今日ね、つぐみさんの卒業公演を今 DMM で配信されてるやつを見て、めっちゃ懐かしかった1、2、ユナの歌割りどこだっけ？昼休みに何度かよっただろうだ。あと願い事叶うようにのおかげだ。まだ19歳の時、そうだね。変わらないでほしい。
僕の好きな最強ついて、すごい楽しかった思い出、なんかリハが、あ、みちょっとみんな見てほしい、あん時のさポキの服ってか衣装、パーカーがさここら辺までずり落ちてさ、頑張ってやって踊ってるからあの時はポキどうしようかと思って焦ってたよ。歌いますか？二人セゾン？なんか春、春になりましたね。そんな気分ないやなあ。いや、そんなことはないよ。なんでもいいんだけどさ、別に。だからさ、多分さ、このさ、桜坂さんってさ、桜月とかさ、歌えばいいんだと思うんだけどさ、大苦手な、大苦手大苦手なさ、ラップがあるからさ。できないの。だからそこの部分みんなが歌ってくれるならいいよ。いてポキって言った。セゾン、セゾンです。歌えんのかな、声出んの私今。これ何ヶ月ぶり？歌が上手ってお聞きしました。上手じゃないです。やめてください、勝手にハードル上げないでください。二人セゾン、二人セゾン、春夏で恋をして、二人セゾン、二人セゾン、秋冬で去ってゆく。一緒に過ごした季節よ、後悔はしてないか。二人セゾン、道端咲いてる雑草にも名前があるなんて忘れてた。気づかれず生まれても悲鳴を上げない存在。誰かと話すのが面倒で目を伏せて聞こえないふりしてた。君は突然僕のイヤホン外した。What did you say だ。太陽が戻ってくるまでに大切な人ときっと出会える。見過ごしちゃもったいない。
けど。せーの、なんだ。なんだ。何何って。ご飯。違う。なんだと思う。見せて。見えないんだって。味はみたらしだよ。そう、ご飯でしょ。違う、みたらし団子。それ何、白い部分。ご飯。ご飯ハラちゃんいるよ、ハラちゃん。あ、うめえ。じゃあね。でもちょっとしょっぱい、砂糖多い方がいいよこれ。なんかアンナがご飯をこねまくった餅風白ご飯にみたらしのみたらし風なソースかけてきた。普通にみたらし団子食べたいこれ。なんか自家製自家製みたらし団子きた。美味しかった。うん、美味しかったよ。急に来たかと思ったら。ね、なんか作ってた。
渋谷川、息をする心、あ、出た、自分参加入ってんだよ、前のめりも自分参加もプレイリストには覚えたかと言われると覚えてないかなっていうね。もうだから半年かかるの、新しい曲を覚えるのに。ニューハちゃんが冷蔵庫歌い始めたから対抗する。いい、大丈夫冷蔵庫高くて喉やられる肩痛い。そう、前のめり歌ってほしいって言われて、あのプレイリストに入れてるんよ。なんか多分なんかついてる、こっち左ここに。あ、多分そうそう、言うじゃん、なんか肩重くなるとかさ。冷蔵庫の中身はユーハ味覚糖のグミだよ。みんな言ってきてよ、ユーハに。そうなの、松井玲奈さんに似てるって言われて、それから前のめり歌ってってなった。似てるって言われてる SKE48 さんの松井玲奈さんのセンター曲をみたいな感じでリクエストされたんよ。覚えてんだよ、そのシチュエーションまで覚えてんだけど歌は覚えてないっていう。ごめんね、なんかメイクする前とかの方が言われる。前髪こうやって上げてこうして、あ、今日の冷蔵庫の中身はサーモンだったんだ。ユーはユーハ味覚糖のグミだけど、ゆはちゃんのルームに、はらちゃんいた、私のルームにも来てくれたよ。マイクはセリアで買いました。お揃いしますか皆さん。そっくりマイクっていうおもちゃコーナーにあるです。が
ガールズルールとかにしようかな。最近歌ったっけ、ガールズルール。もうだからさ、記憶がさなくなってるよ頭から。そろそろあのコンやっていいよ。いや無理無理、最近歌いすぎだからね。いますよ、だって。何やってんの二人して心に太陽ないんだよ。カラオケに季節外れのガルルやめとこ。じゃああの子コンプレックスにするもん。アンナと穴クリアンナと穴クリやってもいいよ、だって。おいでアンナちゃん、その間にあの子コンプレックス歌うね。アンナおいで。え、これ久しぶり私。雪は汚れた雨に変わってた。決断したようで未練があること、空だけが気づいて泣いている。私の目に映ってるあなたは嘘をついてる。あなたに映ってる私は知らないふり。この夜に、ああ
見てる。ビニールつければよかった。確かに。やる？え、あんで、あれで、顔はあれで。うん。だからこっち多分耳ないと聞こえないよ音。そりゃそう。どうする？いいのかなこれ。まず。それな。それな。じゃあサビだけ、1サビだけ入る？うん。オッケー。どうやって？1サビ切ったらここにいて、まず。ティッシュちょうだい。うん。うわ、テモデモって言われてるわ。あのテモデモの分け方あんまり分かってない。むずい、これはちょっとむずいわ。やっぱ穴くりしかないわ、ごめんね。あんな1サビだけ入るわ。約束。
メリークリスマス。終わりー、やーめよもうしまい。ありがとうみんな。生きてるとね。メリークリスマス誕生読みます。13位パックさんありがとうございます。12位カジポンさんありがとうございます。11位ユキさんありがとうございます。10位ヨコリンさんありがとうございます。9位アベベポキさんありがとうございます。8位ヒロイチさんありがとうございます。7位ハマッピさんありがとうございます。6位キットモエライン大苦手なポキさんさんありがとうございます。5位トシさんありがとうございます。4位トマオさんありがとうございます。3位片山さんありがとうございます。2位タカタンさんありがとうございます。1位マコイモさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。いいて私やるからそれ。私はやんない。やらないっていうかできないから。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おやすみ、ごきげんよう。あゆみじゃあね。電話じゃないんだからやめなさい。バイバイ。